はさすがに贅沢ですね。前入っちゃう。Listening to Shibuya Cross FM. Endo Nozomi no Happy Hour Friday. さあということで始まりました。遠藤のぞみのハッピーアワーフライデー。この番組は日本わちゃちゃというアイドルグループのリーダー私遠藤のぞみによるラジオ番組でございます。もうとにかく私はお酒が大好きでございまして、ファンの方々からアイドル界の肝臓お化けと、呼ばれております。遠藤のぞみがあなたの花金タイムにアイドルっぽくない関西色強めのほどトークでお邪魔させていただくという番組でございます、ね、でこのラジオ番組なんですけれども、去年の4月から、ま、放送ねさせていただいておりまして、毎回ね本当に私が所属している日本わちゃちゃっていうアイドルグループもそうなんですけれども、こう大事なライブの時とか必ず雨降るんですね。晴れたことがなくて、本当に毎回ワンマンとか大事な時雨で、もうそういうねもうジンクスみたいになってるんですけど、私のこのラジオもほとんど雨なんですよ。前回も雨あって、もう多分私が悪いなっていう話を、前回してたんですけれども、今日はもう雨とかじゃない、台風台風来てるよ。でね、雨風すごいし、まあ、台風来てるし、ちょっとねもうさすがに危ないから、あのツイッターで今日ここのねラジオさんめちゃくちゃいいのが、外のこのガラス張りのねところで見れるんですよね。実際この収録じゃないな、生放送を直接観覧できるっていうのがね素晴らしいラジオさんなんですけれども、今日はもうやっぱ来ないでと書いたんですよツイッターに。危ないから、台風やから見聞けるし、家で携帯とかで聞けるどころか、ここねもう映像も見れるから来ないでねって言ったらね、気の狂った方々が数名来てくださってますけれども、来ないでって言うなよ台風なの君たちね、分かってるもう風邪ひかんでね、危ないからね。お兄さんはねなんか車引かれなさそうな髪色してるけれど結構のね、もうほんまにもう気をつけてくださいね皆さん。でもありがたいことですけどね、いつも雨とか降っても来てくださってて、台風でも来てくれる本当にありがとうございます、ね、今日も、まあ、6月入ったということで、放送させていただきますけれども、私ら今日明日からね福岡遠征なんですよ。明日明後日と福岡のライブがありまして、で日本はじゃあ今日から前乗りさせていただいて、まあ、今日は一日福岡の夜美味しいもん食べて楽しんで、明日明後日ライブさせていただいて、で最終日、4日目はライブはないんですけれども、帰りの飛行機が遅めやから、まあ、それまでオフみたいな形でね、おのおのメンバー自由に行動していいよって言われてね、すごいもうメンバーもね運営もいや私福岡言うで喜んでるんですけれども、まあ、このラジオあったということで私一人だけ置いていかれました置いて帰りました。もう今さメンバーがさ福岡はもう昨日がね九州とかもう警報出てるぐらい台風でやばかったので、多分今もう過ぎて全然晴れてんのかな、雨降ってなさそうで、なんか楽しそうにねもつ鍋食べたりとかしてるのがもうめちゃくちゃ LINE で来てて
ええー、なーみたいな。もう全然ね、私はラジオ好きやからいいんですけど、なんか一人だけ置いていかれて、で明日一人でライブに間に合うように福岡朝から来いって言われてるんですけど、さっき社長から、うちの社長からね、LINE 来まして、でね、あの飛行機の、搭乗手続き順みたいな、1から8ぐらいまで、8項目ぐらいまで、こうなんか高校行ってこの手続きしてみたいなのが来たんですよ。まあ多分ね、一応ちゃんとでき行けれるように心配なんかな。でも内容が、まあ、その1、まあ、何分出発なんで余裕を持って何時に空港に着いとく、まあこれは分かりますよ、余裕持ってね来てくださいね。でその次が、時間に余裕を持って手荷物検査場を通る、まあ、手荷物検査もね、バタバタする、混んだりもするから時間に余裕持って行きやー言うて、でその次、時間に余裕を持って搭乗口付近で待機する、どんだけ望み全部に余裕を持ってってついてるんやけど、そんなに危なっかしいかな。割とメンバーの中で遅刻もせえへん方やし、結構そういうとこちゃんとしっかりしてますけれどもね、めちゃくちゃちゃんとせえへんみたいな、全部に余裕を持ってってついた項目来たわ明日私だけ一人で福岡行きますそうだから今メンバーはね、もう全員福岡前乗りで楽しんでますわ。まあでもね、前回ちょうどラジオで話したんかな、7月から日本わちゃちゃが ZEP ツアー始まるんですよ。でその ZEP ツアーを成功させるために100ミッションっていうのを今社長から出されてね、頑張ってて、おのおのその100にちなんだ企画をしてるんですよ。例えば100人と、街で初めての人にね声かけて、TikTok を撮るとか、宣伝 T シャツ、 ZEP の宣伝 T シャツを着てもらって一緒に写真を撮るだとか、まあ、そういう100企画を、してるんですけれども、私がやってるのが自分でお店探して行って、まあ、食べて飲んで店員さんと仲良くなって、あわよくばお客さんとも仲良くなって、実は、まあ、こういう日本わちゃちゃっていうアイドルグループをやっておりまして、名刺も作ってもらったんでね、遠藤のぞみと申します。でね、7月から ZEP ツアーやるんですけれども、まあ、こうぐらいのめっちゃでかいんですよ。 ZEP のポスター店内に貼っていただけないでしょうかって、貼ってもらうまでがゴールを100店舗1ヶ月で1ヶ月で100店舗行くっていう、まあ、企画をやっておりまして、今日の多分前ラジオの時に始まったよって話をしてたんかな。で今全国いろんなとこ回って、それこそ明日から福岡行くから、福岡もねもういっぱいのお店行く、福岡と大分も行くんかな、行かせていただくんですよ、ライブの合間とかに。で昨日は1日栃木県行っておりまして、そう栃木ね、本当は普段一人で行ってるんですけれども、さすがに電車やと大変して、もう割と時間もねカツカツやったんで、まあ、車でねマネージャーが出してくれて行ってきたんですけれども、ほんまに栃木めちゃくちゃいいところで、もうすごいお店さんも協力的やし、周りで食べてくれてはったお客さんとかもう絶対行くよって言ってくれたり、なんかね調べてくれたりとかしてくれて、本当にこれすごい、やっぱ直接人と人とで関われるからめちゃくちゃいい企画なんですね。でまあね、移動とか大変やし、時間もお金も使っちゃうっていうのは結構大変やけど、まあ、行ってほんまに良かったなって毎回なる企画 でやっとこの100店舗企画が昨日の栃木のお店で半分の50店舗を達成しました。やっとあとでも残り50店舗行かなあかんねんなそうだから明日から福岡と次の週が名古屋、結構4日間ぐらいおって、でもう6月後半は一発目の ZEP が大阪なんで、もう後半ずっと大阪にいる形になるんで、まあ、特に大阪はねまず最初に攻めたいなって。で残り50店舗半分は福岡と名古屋と大阪でね、まあ、締めれたらなと、あとまあね行けたら地方もちょいちょい行けたらなと思ってるんですけれども、なんかねこの企画してたらねすごいやっぱいろんな出会いがあるんですよ。で今回それこそ本当最近なんですけど、めちゃくちゃ嬉しかったことがあって、このラジオをね
渋谷クロス FM さんでさせていただいてて、まあ、1年ちょいなんですけれども、まあ、割と多分ね聞いてくれて見てくれてる人は、まあ、うちのファンの方がほとんど多数なのかな。でちょいちょいこう初めての人とか、それこそあの次の枠がトロサーモンさんとか、ね、中山幸太さんなんで、そのファンの方々がね前後なんで聞いてくださったりとかが結構多いんですけど、なんかそのまあね、やっぱ母数で言う、数で言うと、あのラジオ聞いてて知りましたよ、あの知ってくれてファンになりましたよっていう人はまだそこまではいないですね。直接こう聞いてくれてあの出会ってはあるんですけど、まあ、見てて、まあ、知ってくれてはいたりとかね、 SNS フォローしてくれたりとか書いてくれることはあるんですけど、まあ、なかなかこう現場来るとかまではちょっとまだなかったんですけど、その100企画やるにあたって、そう自分でお店を探して、で割とアイドルしてるんで、このライブ終わりの時間ってなるとね、もう深夜しか行けないんですよ。だから深夜に空いてる居酒屋さんとかバーとかを自分で回って、空いてるお店探して回ってってやってて、で最近その結構下北の方とかね、お店めっちゃ夜中空いてたり朝まで空いてたりするから、割と最近下北をちょっと攻めてるんですね。あの新宿渋谷は張ってくれるお店、数は飲食店は多いけど割と張ってくれるお店が少なくて、まあ、お店のなんかこうブランディング的にね張れないとか、まあ、責任者が今いないんでちょっとみたいな、それはまあお店さんね全く悪くないんですけど、まあ、そういう声かけて行くみたいな形をしてて、で下北で3店舗ぐらい行って、でたまたま帰りに朝まで空いてる立ち飲みのバーがあって、ちょっと気になったから普通に、まあ、多分こういう店は無理やろうなと思って入ったんですよ。で入って、まあ、立ち飲みやからお酒頼んで一人で飲んでたら、横にめちゃくちゃ、まあ、下北やからね、もうなんかすごい何コーンスローみたいな、なんていうコーンフロー、コーンフレークみたいな名前の髪型あるじゃないですか、もうめちゃくちゃボロ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 みたいな三つ編みみたいなの、もうなんか全身もうね、その彩られたいろんなとこに彩られためちゃくちゃいかつ兄やんがいてて、でなんかすごい下北だなと思いながら、まあ、でもそんな別にねオラオラしてる感じないし、いい人なんやろなと思いながら横で飲んでたら、急にそのいかついお兄さんに「あの!」って言われ声かけられて、もう普通に、ね、その人の行きつけのバーで縄張り壊されたとかで怒られるんかな、どうしよう帰ろうかなと思って「あの!」って。君ちょっと間違ってたら申し訳ないんやけど、酒飲みの人やんねって言われて、もうこの感じは、あ酒を好きそうに見えたからテキーラ飲めとか、なんかショット行こうぜってなんかこう煽られるやつかなと思って、まあまあでも仲良くはしたいから、あそうですね酒飲みですって言ったら、あの渋谷クロス FM さんのラジオいつも聞いてますって言われて、そうなんかそのお兄さんがもう日本わちゃちゃっていうの自体はあんまりちゃんと認知してなかったんですよ。でもこのラジオさんのラジオいつもなんか移動とかなんかの時に聞いたり見たりしてるらしくて、なんか聞き覚えの関西弁のなんかツッコミとか喋り、他の人と喋ってる時にね、なんか聞き覚えあるな、なんか見たことあるな、あれそういえばあのラジオのあの子じゃねってなって、そうで声かけていただいて、でめちゃくちゃ仲良くなって、なんかラジオでそのよそで飲んでて声かけられたらめっちゃ初めてやとかめちゃくちゃ嬉しくて、酔っててよかったそのすごいかつい兄さんもめちゃくちゃね蓋開いたらすごいいい人で、あの飲食店めっちゃ下北の紹介してくれたりとかね、本当にありがたかったです。割とそういうねお店行くと紹介とか、あとお店の系列とかやってくれるとね、どんどん広がりやすいからめちゃくちゃありがたくて、いやもうこういう出会いもあるんやなと思いながら、ラジオねさせていただいて、1年ちょいラジオさせていただいててよかったなと、こういうのがどんどん増えたら嬉しいですということでね、まあいろんな今お店に回っております。現在の沿道はちゃんと3キロ太りましたからね、はい、ということで本日はね、メールの方たくさんいただいておりますので読んでいきたいと思います。いつもね送ってくださってる方もね、初めて送ってくださってる方も本当にありがとうございます。では一人目いきましょう。ボトルキープネームレッサン、のぞみさんこんばんは。こんばんはです、雨ですね、雨は沈みがちになりますが、わちゃちゃに元気もらって乗り切りたいと思います。
さて今メンバーみんな100ミッション達成に向けて頑張ってますが、今の100件飲みに行く企画以外だと他にやってみたい企画とかあったりしますか？もしくは他のメンバーがやってるミッションやってみたいとかあったら教えてください。おー、そうやな、他のメンバーがやってるミッションだと、でもマトンちゃんっていう37歳のおじさんが1000円で何でもしに行きますよ、レンタルマトンっていうのをやってるんですね。あれめちゃくちゃ楽しそうやなって思った。なんかね、わちゃちゃのタイムツリースケジュールを入れてるのがありまして、そのレンタルマトンっていうんですけど、まあ、TikTok とかでマトンちゃんの見てもらったらめちゃくちゃおもろいんで本当見てほしいんですけど、レンタルマトンの、スケジュールが入ってて、どういう内容をするかとか書いてるんですよ。もうそれがね、もうみんなさセンスありすぎてめちゃくちゃおもろいんですよ。例えば最近だと一人の方がね、1000円でコーヒー、喫茶店一緒に来てもらってコーヒー頼むからそれにミルク入れてくださいとか、犬の散歩してくださいとかちょっと今タイムツリー開いてるんですけど、背中を描いてくださいとか、めちゃくちゃおもろくないですか。梅干し作り手伝ってくださいもうほんまに面白い、まあ、メイク教えてくださいとか、歌舞伎町歩くの怖いからボディーガードをしてほしいとか、まあ、お誕生日祝ってほしいとか、もうなんかこういうのを1000円もらって何でもしに行きますっていう企画やって、これはめちゃくちゃ普通に TikTok もおもろいから見ててやりたいなと思いますね。あとはまあなんか100ライブしてる子とかもいてて、100件ライブね、そんなも楽しそうですね。ぜひあのレンタルマトン1000円で37歳のうちのメンバーのおじさんが何でもしに行きますので、よかったら募集かけてあげてください。めちゃくちゃ面白い企画なので。では次いきますね。今回結構たくさん来てましてありがとうございます。ボトルキープネームジュニアさん、のぞみさん、こんばんは。先日は日本おじちゃんのメンバー前田マトンちゃんの生誕祭お疲れ様でした。一緒に野球したりご飯食べたりとなかなかないレアな経験、本当に楽しかった。そうなんですよ、このさっきも言ったレンタルマトンしてるねマトンちゃんも生誕祭が、普通アイドルはライブハウスでやるんですけど、一緒にまず朝からファンの人と野球して、その後ご飯食べたりお酒飲んだり温泉入ったり、まあ私らはリハーサルあるから温泉入れてないけど、温泉入って最後はライブ温泉施設でするっていうね、めちゃくちゃ楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったけど、砂場で全員が本気で野球するからめっちゃみんなで声張ってうえーってなんかガヤ入れたりとかしてたから、ファンの人もメンバーの人もめちゃくちゃに喉つぶしてるんですよ今、砂のところで声張ってたから。次はゼップに向けて頑張ってください、楽しみにしてます。ありがとうございます。いつもいつもね送ってくださってありがとうございます。本当に今日はもうめっちゃたくさん来ておりまして、あとでもあれか、トークテーマをこっちに送ってくれてる人もいるのかな。じゃあトークテーマは後で読むと、じゃあ1個くらいもう1個読もうかな。ボトルキープネーム中田くさん、こんばんは。今年も気がつくともう6月になってしまいました。今日は全国的に雨模様みたいですね。東海地方では梅雨入りしたのかな。僕は実は台風の名前を聞くのが好きで、なるほどね、名前なんかありますもんね。あれ、今年の台風1号は三部、これは中国語で三号、あ、そうなんや。台風2号はマーワ、これはマレー語でバラ。あ、へえ。今年の13番目の台風には日本が提案した子犬という名前がつく予定なんです。あ、そうなんや、子犬めっちゃかわいい。ちょっと不謹慎ですが、子犬が近づいてますとか、子犬が大きくなりますとか、子犬が暴れ回ってますとか想像すると面白くないですか。確かにニュース読むときそういうことになりますもんね。もしものぞみさんが台風に名前をつけるとしたらどんな名前をつけますか。なんでそんな大喜利急に言ってくるん。名前をつけるなら、大きくなったら面白いやつよね。何々が大きくなりそうです、おちっちやめよう、ラジオや、やめよう、やめよう、やめよう。父が暴れ回ってますとかも意味わかんない、ブロン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 の状態、やめよう、ラジオやから、これ健全なラジオやからいやでもね、こういう名前誰が決めるんでしょうね、あんま詳しくないけど。
皆さん本日もねたくさんメールありがとうございます。ちなみに毎回読まないやつも全部保存しておりますのでね、毎回投げてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。ということで、ここで日本おいてちゃんの楽曲をね1曲聴いていただきたいと思います。今日はですね、もう金盤にぴったりお酒の曲となっております。この曲はライブ中にね、あの各々の好きなお酒を持って、まあ、ファンの人とこう乾杯するという曲になっております。それでは聴いてください。日本おちゃちゃで乾杯パイ。で乾杯パイ聞いていただきました。ということでここからはコーナーの方移りたいと思います。本日のトークテーマなんですけれどもね、これ結構ねずっとやろうと思ってて、意外とやってなかったトークテーマとなっております。本日のトークテーマは実は内緒にしていることということで、もう内緒事やからね、言うてもうたらもう内緒事じゃなくなるんですけれども、もう今日あれやし台風やし、もう内緒事をね言っちゃっても台風で飛ばしてもなかったことにしようという、企画となっております。もちろんちょっとみんなのさ聞くだけやったらね部屋じゃないから、私もなんかこう思い出したら暴露していきたいなと思っております。ただいまですね、ツイッターでもうね投げてくれている方いるんですけれども、ハッシュタグのぞハピー、ひらがなでのぞハピーで、皆さんの、エピソードトーク等々
投げてもらったら読ませていただきます。でこの中でね、最後放送終了後に抽選で3名の方に、チェキの方をプレゼントしたいと思っておりますので、よかったらぜひ投稿してください。皆さんの内緒ごと聞かせてください。ということでね、ちょっと今からツイッターエゴさせていきたいと思います。私なんかあるかな、アイドルなんてそんな内緒ごとばっかでしょ何でしたっけ、最近流行りの言葉あるじゃないですか、なんか嘘はとびきりの愛なんだよみたいなねあるじゃないですか、推しの子ね。何やろな、あ、私ライブ中に、まあ、多分これメンバー聞いてないから、でも私のファンの人とか意外と気づいて割とバレてるんですけど、ライブ中にメンバーに内緒にしてることがあるんですよ一個。それがあのね、大体日本わちゃちゃってこう登場 SE っていうのがまずありまして、こうラップで自分の自己紹介を一人ずつ出てきて知って、で一曲やって、でそっから MC に入るっていう形が割とテンプレなんですね。で私登場 SE 一発目に出るんですよ。で一発目出てって歌って、そっから他の6人が揃うまでずっとこう煽っとかなあかんくて、まあ、それだけでね一番割と体力使うのと、プラス1曲目ってめちゃくちゃアップテンポな曲、割と激しい曲やることが多くて、こうバーンを盛り上げるためにね。でその曲が終わって MC なんですけど、一発目の MC 担当割ともう私が担当してて、で結構大事じゃないですか最初の MC って。だからその息上がると喋れんくなっちゃうから、あのね、ほんとこれアイドルあるあるなんですけど、5秒でいいから一回こう喋るのやめたらこう息頑張って整えれるんですよ。もうめちゃくちゃハーハーなっててもちょっと喋らんかったらねっていう時間を作りたくて、まあ、1曲目終わりました。で私らのわちゃちゃの挨拶があるんですけど、日本わちゃちゃ、日本わちゃちゃ、私たち日本わちゃちゃでーすっていう挨拶があるんですけれども、私がせーのって言ったら、みんなでメンバーで日本わちゃちゃ、日本わちゃちゃ、私たち日本わちゃちゃです、よろしくお願いしますまでが全員で言うんですよ。だからもう5秒でいいから喋らへん時間、その次の MC につなげなあかんから、まあ、6人もおったらね、1人ぐらい喋ってなかったらバレへんかなと思って、いつも1曲目終わりました。改めまして皆さんこんばんは、せーの、さあということでね、日本ちょっと始まりましたけれどもみたいな感じで口パクでやってます。これ多分メンバーにはバレてない、そう口パクでやってます。でもあの口パクにするからMC 喋れるんで、これは許してほしい許してほしい。じゃあ順番にね、見ていきましょうかね。実は内緒にしていること、生まれてこの方42年、バレンタインにチョコをもらったことが一度もありません。今年こそはと気合を入れて学校に行っても空回り、この先もらえないのではないかと一周回って諦めていますいや全然可愛い内緒事あるでしょ、チョコ、人生で一度ももらったことないぞ、今ここに来てる人でもらったことないぞ、あー敵ばっかりでしたわみんなもらってたわ、ごめんごめんなんか、かわいそうやから、なんかあげる大阪らしく飴ちゃんあげます全然かわいいけどな。実は内緒にしていることが一つあります。親しくしている男友達に恋をしていることです。恋バナ、ちょっと恋バナワクワクする出会って数年、この気持ちを伝えたら今の関係がダメになってしまうかとも思い言えないまま、いつか勇気が出たら気持ちを伝えたいです。のぞみちゃんこれからも応援してます。数年、あ、そっか、その友達関係が崩れるかもせんから、これでもなんかめっちゃ永遠のテーマ、少女漫画とかでもあるようね、永遠のテーマですよね。なんか昨日それこそ栃木県
った時に、あの飲みに行ったところでね、初めて会ったその結構若めの男の子がいてて、すごいね、あの、まあ、今の子って顔綺麗じゃないですか。もうめちゃくちゃシュッとしたね、可愛らしい顔の男の子がいてはって、でまあそういうわちゃちゃなんですって、まあ、ほんで仲良くなったんやけど、その子がなんかね、すごい見た目と反してすごい純粋な恋愛してて、もうおばちゃんそういう話大好きやから、もう昨日ずっと恋話そうだなってた。いやでもな、いい、え、恋してるっていいよね。でもその子もあの言いたくても言われへんみたいな、多分好きなんよ。もう私からしたらその女の子 もう両思いなんよ。両思いやけど、その男の子のまあちゃんと仲いい先輩もその女の子のこと好きで、で、まあ、言ったらここが言っちゃったり付き合っちゃうと仕事的にギスギスなりそうで言えないみたいなね、昨日相談やって、いやもういいと思う、ドロドロしたらいいと思う、みんなドロドロしてる方がおもろい恋愛は言えたことじゃないけど、実は内緒にしていること、一人作業で昼休憩2時間取ってること、これは仕事中ってことかな。あと彼女が18年できてません。更新中なのは内緒で。大丈夫仲間、大丈夫みんな仲間。18年は全然ね。あとこれはそうかな。めちゃくちゃ来てるな、意外と来たな今回。内緒事やからさ、来えへんかなと思ってたんやけれども、実は内緒にしていること、ダイエット全然できてないけど、昔は水泳やってて腹筋も割れてた、かっこ遠い目、今は腹筋も見る影ないし、水泳やってたとは思えないほど勝たないけれども、そろそろマジでダイエット頑張らないといやもうそんなダイエットって、でもさ、内緒にした方ができひんくない？周りにダイエットしてますって公言した方ができるよね。公言していこう、まあ、今これ公言したか。じゃあもうみんなあのツイッターね、あの投稿してはるから、この人やってもう全員ね分かったから、この人がなんか甘いもんとか食べてたらみんなで怒っていこう実は内緒にしていること、ありきたりですがこのアカウントの存在、まあ、ツイッターとか SNS ね、まあ、でも SNS ってさね、結構プライベートになるから隠すよね。まあ、こういうアイドル応援してはる人やったらアイドル用の SNS やったりするけれども、私それこそインスタとかこう友達、やっぱね、あの仕事用のインスタやから全然ね嫌じゃないけれども、一応フォロー返してないんですよね。フォロー返してなかったり、まあ、フォロワー相互フォロワーじゃないんやけれども、リアルな友達だから、私プライベートのアカウントとかそれこそないから、リアル友達が何してるかとか本当にわからんくって、でやっぱ元気にしてるんかなって、今の人って SNS インスタとか見に行くじゃないですか、ね、まあ、ちょっと気になって、それこそこの100企画するのに飲食の専門学校行ってたから、ワンチャンねその飲食関係貼ってもらえられへんかな、友達だともっと言いやすいしなと思って、何してるかわからんから、最近それこそインスタみんなの見に行ってお名前検索してとか探したけど、やっぱプライベートのアカウントやからみんな鍵かけてたよね。でフォローしてないから見られへんくって、でも頑張って、あ、そういえば LINE やったらあるんかなと思って LINE とか探してね、同い年の女の子とかに久しぶりっつって、もうほんまに8年ぶりとかに久しぶりって、元気してるみたいな。ちなみに今ってさ、どっか前働いてたから飲食で、今も働いてんの、もし働いてんやったらその貼ってもらったり協力してほしいなと思って、貼ってんのみたいな、貼ってんのでやってんのみたいな連絡したら、同い年の女の子なんですよ。あ、なんか2年前に結婚して、もう子供もおって、で今年あ、じゃあなんかお店を2店舗飲食開いたよって言われて、マジ同い年の女の子、マジ結婚して子供できてお店2店舗も開いてんの、頑張ろうってそれにもう対抗できるのはもう私は武道館だってことやなと思ったいやまあでもそらそうか、そらそうよね。実は内緒にしていること、あ、職業とかね、そっかそっか、医療従事者をやってはるけど何をやってるかは内緒。何それ、なんかすごい闇闇闇ってこと、
闇ってことなのかな。まあ、職業とかそうやな、まあ、プライベートだからそのね、あんまりのぞみもそうやけど、あんまりそこら辺でアイドルやってる、アイドルやってるって言わないですもんね。それこそお仕事、なんか髪色とか今ちょっと暗めやねんけれども、髪色普段はハイトーンでめっちゃ明るいから、何してはる方なんですかみたいな、やっぱすごい言われちゃうのね。でもなんかそのアイドルってなんかこうパン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 言っていいものなのかどうか、ね、今はこうお店とか行った時にさ協力してほしいから言うけど、もうね普段はやっぱ言わんから、いや営業接客業って言ってます。接客業、まあみんなといつも喋るしな、多分接客と思ってるわけじゃないけど、接客業してますみたいな言っちゃう。実は内緒にしていること、あでもお酒が好き、食べることが大好き、そしてうちのメンバーモブビが大好き。知ってる知ってるよ。実は内緒にしていること、お内緒にしていることをのぞみさんに言うね、まだ誰にも言ってない。実は5月いっぱいで長年働いてた仕事を辞めました。6月から新しい職場、今度は土曜日も休みだからこれでわちゃちゃんライブに行きやすくなったよ。そう、この方ねめちゃくちゃずっと応援してくれてはるけど、飲食業やってはって、土日は絶対ライブ、結構土日が多いじゃないですか。だからなんか行けないって言って本当に現場来れない人なんですよ。だからいつもね SNS とかで応援してくれたりしてるんですけど、おめでとうございます。ちょっとじゃあね、休みの日またねぜひ遊びに来てください。その時いっぱい話しましょう。実は内緒にしていること、わちゃちゃにハマり出してから少しだけあった貯金が底をつきそうなこと。形に残る残らないは別として、お金とは反比例して幸せは増えています。これからも武道館に向かって応援し続けるように、お仕事もお仕事も頑張ります。嬉しい、ありがとう。もうありがとうよ、ほんまに。内緒にしていること、中学生時代終盤までは誰一人にも不女子なことがバレずに過ごしていました。わかるわかる。しかし中学3年生の冬頃、いつも通りの朝読書ね、あるよね、なんか朝10分間ぐらいだけこうホームルーム前に読書せなあかん時間ね、朝読書で BL 本を読んでいたら担任にバレて没収されました。その時から隣の席の子にバレ、その他周りの子にもバレました。なお現在もその BL 本は手元に戻ってきてません。タイトルがかなり卑猥だったので返してほしいとも言えず、担任の自宅にあるのか学校の机の中にあるのか未だに行方不明です。さりげなく返してほしいと伝える方法をアドバイスしてもらえたら嬉しいです。でもなんかもう振り切って、私やったらやけど、もう先生、もうあの本をマジで返してください、あのエッチな本みたいな、なんで返してくれないんですか、先生ももしかしてハマっちゃいました、やったらあげますよみたいな感じで、もう先生悪みたいな、敵にしちゃうみたいな。もう朝に卑猥なんは読んだあかん。せめてあれ、私もでも読んでたんですよ、漫画とか、それこそ BL 本好きやったから、木の国やとかさ、本行ったらさ賢そうなカバーつけてくれるじゃないか、茶色いやつね、紙のやつ、あれつけとけば、ダンノベとかそれこそ好きで読んでたんやけど、あれつけとけばめっちゃ賢い本読んでるように見えるから、こうもうあの茶色の封、ね、封してもろて、こうもう真剣な顔で、めっちゃ卑猥な内容でもめちゃくちゃ真剣な顔で、顔には出さない。ポーカーフェイスで読む。これに尽きる。毎月、実は内緒にしてること、毎月推しであるのぞみさんのランチェキを複数枚購入してますが、ありがとうございます。夫には秘密です、秘密のチェキ帳を隠してあります。あ、そうなんですね。そう、めっちゃ買ってくれはるんですよこの方ね。あ、でも旦那さんといつも夫婦でね現場来てくれるんで、それは嬉しい。あ、これはあれですね、ツイッターサークル、私しか見れないようになってるんで、名前とかはねこうちょっと伏せさせていただくんですけれども、実は内緒にしていること、一平さんと同い年ですが、モブピと年齢があまり変わらない子供がおります。え、そうなんですか。え、私しかちょっと名前見られへんからあれやけど、めちゃくちゃ若いと思ってた。え、見えな、うちの社長38なんかな、
言っちゃったけど、見えない、待って、モブピーいくつ、すごい、知らなかった。ちょっと詳しく今度聞かせてください。本場の内緒事ですね、これは。実は内緒にしていること、最近女性より男性に目が行きがち。ありがとう、ありがとう。今 BL の話してたところやから、ありがとう、もういいと思う。行きがちやから、まず行ってはないや。でもなんか分からんけど、憧れとかで同性とかさ、こうめちゃめちゃ目いっちゃうとかさ、でも個人的にはありがとう。もっともっといてくれ、どうぞ。しかもね、ちょっと BL 好きからするとね、もうこの方知ってるんですけれども、めちゃくちゃに、めちゃくちゃにもうね、あの女子が、不女子が一番こう妄想をかき立てれる、いろんなシーンの妄想をかき立てれる方で、もう、ありがとう。これを当てに今日はお酒飲みたいと思います。実は内緒にしていること、H 先生へ、あ、これはね、あれかな、学生の時かな。あの時の犯人、実は僕です。何したん？気になる。何したん？今度教えて。何したんやろ。でも、確かに先生とかに、今更やけど、今更言えることとか確かにあるかもね。私なんか学生の時やらかしたかな。やらかしまくってんな。あ、小学校の時に、なんかわからんけど、給食にゆで卵出てきた時に、そのゆで卵の殻集めてたんよ。なんかちょっと本当に小学校の時、ちょっと頭おかしかったから、殻集めて、その殻を卒業式のほんまに1週間ぐらい前に、卒業証書、こんななんかね、棚みたいなのがあって、歴代のその人たちがこう、ね、多分寄付かなんかわからんけど、なんかあれで建てた、その銅像みたいな、戸棚の銅像みたいなのがあって、そこに今まで貯めた卵の殻使って、あの文字未来って未来、あのなんか銅像の上に置き場があって、そこに卵の殻で未来って作って、なんほんまになんでか分からへんねんけど、なんかそれがすっごい大問題になって、朝礼の時に誰やみたいななんか話になっちゃって、で、その時にすごいクラスにやんちゃな男の子がいてて、その子もすごい容量悪い子やから、ふざけとったらその話したらギャーハハみたいな、じゃあもう先生がお前やろみたいな、犯人お前やろってなって、その男の子もなんでかわからんけど僕でーすみたいな、なんかふざけて僕でーすみたいなを言っちゃって、じゃあもうその子の親とか呼び出されて、めちゃくちゃ大問題になって、その子とその親と三者面談みたいなのになっちゃって、いやー、犯人望みないよな、ごめんね西山君、ごめんね、犯人にしたの時はわしや、犯人わしや、何してはんねやろ西山君。ね、おったよね、そういうクラスにね、一人絶対犯人にされちゃう子をね。あ、でもね、内緒にしてることで結構多いのがアイドルの推し活をしてることね。まだ誰にも話せてません。まあまあ多いですよね。実は内緒にしていることを、武道館お願いチャンネルの切り抜きを TikTok に私がアップしていることです。あ、そうなんですね。誰かのぞハピー切り取りやってくださいよ。そう、うちの社長が今年の、まあ、1年で武道館を絶対わちゃちゃは決めるぞっていうのを、踏まえた上で、毎日、まあ結構1分とか短めのやつ、もうただただ社長が、もうただ、画角もずっとおじさんなんですよ。メンバーが一回でも出たことない。まあ、でもメンバーの話とかちょいちょい垂れ込みみたいなのあるんかな。なんか、その本当におじさんがひたすら画面アップで、もう武道館行きたいです、お願いしますっていう、いろんな関係者に届けっていう気持ちを込めて毎日投稿してるんですよ、YouTube。それが武道館お願いチャンネルっていうやつなんですけど。もしよかった、画角は汚いですけど、今やってくれてることは素晴らしいことなので、ぜひ見てみてください。まあ、画角は気色悪いんですけどね。でもずっとおじさんも、実は内緒にしていること、彼女いない歴イコール BT イコール年齢。こんだけ笑ってるのはこの人も自分で文章であはははは言ってるんですよ。いや、あるでしょ普通に。むしろ遠藤としてはすごく
ありがたいすごくありがたい話です。いや、いっぱいありがとうございます。まあ、あとダイエットがやめられへんとかね、まあ、アイドルオタクがや言われへん、めちゃくちゃ多いですね。いやでもこんな、なんかすごいみんな悩み事めちゃくちゃ言ってくれるやん。実は内緒にしていること、のぞみさんのことが好きなんです。ありがとう実は内緒にしていること、あ、酔った時もね、もう酔ったらめっちゃ笑い上手になるけど、限界を超えるとまあちょっとこうわーってなっちゃうし、最終的に寝ちゃうし、そして記憶喪失になっちゃいます。これはでも、リミッターウイスキーのボトル1本までらしいので、この方は1本以上、ボトル1本まあ飲むか聞いた人が悪かった。まあでもその1本じゃあね、超えへんかったら大丈夫なんかな。でもこのねラジオを聞いてくれてる、 ありがとうございますとか、リアルなやらかしで言うと、数年前に会社の車で出張行った時、コンビニの出口で思いっきり縁石に吸って隠蔽した。これはね、うちのスタッフもやってます勝手にうちのスタッフの内緒ごと暴露しちゃったけど、今うちのスタッフもやってんで、社長吸ってたで、この前。いやー、みんなちょっとおもろい。和菓子が全然食べられない、めちゃくちゃ可愛い内緒ごて。あ、でもそっか、和菓子が食べられへんから、大阪みなみにある超有名な白玉屋さんに行きたいのに一度も行ったことがありません。これはあれですね、うちのメンバーのもぐちゃんのお実家のお店で、難波に白玉プラスっていう白玉専門店やってるんですよ。そう、そこ、でも白玉屋さん、結構みんな甘いもの食べてるし、和菓子っぽいけど、白玉自体は甘くないんよ。ほんまにもちもちの食感の、ほんまに、もうね、なんやろ、このご実家やからめっちゃ紹介するとかじゃなくて、私ほんまにもぐちゃんに出会う前からナンバー行って白玉プラス行ってたぐらい、すっごい美味しいの。白玉の概念マジで覆える。白玉ってこんなんやったっけってなるようなお餅なんですよね、まずお餅。でも、のぞいも行った時、おかず系頼むんやけど、甘いの以外にカレーとかスクランブルエッグベーコンとか、あと好きなんがベーコンチーズとかあるから、全然和菓子とはもう別次元の食べ物やから、全然食べれると思う。米うどんいけるなら大丈夫。めちゃくちゃ美味しいよ。一回行ってみて、おかず系食べてみてほしい。ぐらいか、でも、そうですね。このぐらいかな。もう、お時間も来てますんでね。いや、いっぱい皆さんありがとうございます。内緒事ってね、なかなかこう、表向きに、しかもこんなラジオで渋谷のど真ん中でみんなの内緒事を言っちゃいましたけど、逆になんかこう、変にバレるよりね、こうやって、ね、もうラジオを通してもうた方が、もう笑い話にもなるし、なんか、ね、やらしくないじゃないですか。ということで、たまにはこういった暴露系のね、トークテーマもしていきたいと思いますので、皆さん引き続き、投げていただいたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。いっぱいたくさん投稿ありがとうございました。この後抽選で3名の方にね、当たった方は公式の、日本わちゃちゃの公式ツイッターの方からご連絡させていただきます。ということで、エンディング行く前にライブ告知の方させてください。さっきもちらちら言ってたんですけれども、私たちは7月から ZEP ツアーが始まります。で、1月4日が大阪ベイサイドさん。これが一番キャパ広くて、2800人とかかな。えぐいです。ぜひ来てください。そして9月4日が名古屋、ZEP 名古屋です。で、11月が11月9日、ファイナル、東京ですね。こちらは ZEP 新宿というね、新しい ZEP さんでございます。来てくださったら嬉しいです。ネットでもね、チケット販売しておりますし、ご新規さんなんと500円で、ワンコインで来れます。500円 ZEP ですよ。そうで、わちゃちゃんは本当にね、いつも言ってるんですけれども、アイドルじゃなくて、まあ、お笑い特化型アイドルっていうコンセプトなんですけど、ライブ自体はもうめちゃくちゃエンタメショーをやってまして、初めての人でもわちゃちゃんの脳情報でもメンバーのこと知らなくても、めちゃくちゃにライブはね、もう保証します。めっちゃおもろいです。もう500円で来れるんでね、生一杯我慢して、その日の生一杯我慢してね、ぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。ネットと、あと手売りチケットもね、普段私も常にメンバー持っておりますので、ぜひ声かけてくれたら嬉しいなと思います。透明版すべてチケット発売しております。
ということでエンディングの方移りたいと思います。はい、ということでこの番組は第1第3金曜日放送となっております。放送中はガラス張りのスタジオで無料観覧もでき、会場に来てくれた方には番組特製ステッカーをプレゼントしております。皆さん今日は台風の中本当にありがとうございました。もう本当にもうダメよ、台風の時来ちゃう嬉しいけどね。その後、特典会させていただいております。直接こうやって来ていただいた方とね、地域交流などねお話とかさせていただいております。よかったらスタジオの方もぜひ遊びに来てください。台風じゃない時にぜひ遊びに来てください。そして毎回番組へのお便りの方もメールにて受け付けております。詳しくは日本わちゃちゃ遠藤のぞみのツイッターをチェックしてみてください。次回もたくさんのお便りお待ちしております。もう次こそはねお天気だといいね。まあ、6月入ったから梅雨の時期なんでね、まあ、もっと雨率高くなるかもしれんけれども、もうずーっとラジオ雨更新してるので、次回こそは晴れてほしいなと思います。ということで、本日も聞いていただいて、そして台風の中来ていただいて本当にありがとうございました。また次は第3金曜日に、こちらの9時から10時のね、お時間でまたお会いいたしましょう。それでは以上、日本わちゃちゃ遠藤のぞみによるハッピーアワーフライデーでした。またのご来店お待ちしております。ありがとうございました。